いや、やばいやばいやばい、緊急事態発生です。やばいっす、ちょっと緊急事態です。今日は11月4日金曜日10時15分ですね、渋谷に来ております。いや今日ね、まあ皆さんあんまり興味のある人は少ないかもしれないと思っていたんですが、今日AJ9 の、オリジナルカラーのオリーブが発売になるんですよ。でまあそれをちょっと、まあ理由は後でまたちょっと話しますけど、欲しくて、まあどうしようか悩んでたんですけど、まあせっかくなんで実物見てね決めようかななんて思って、まあ多分どうせ余裕なんでね、前の8号みたいにまあサクッと回転したら行ってみて、まあそれでどうしようか悩もうかななんて思ってたわけですよ。なのでスニーカーズやんなかったんですけど、スニーカーズ完売で、他の店舗もオンライン完売、やばいっす。もしかしたら結構人気、そんなはずねえと思ってたんだけど、少しねついてまあ飯でも食ってゆっくりしようかななんて思ってたんですけど、今慌ててアトモスの渋谷に向かってます。今日本当は東京23とか行って買おうかななんて思ってたんですけど、予定変更で行きます。今アトモスの渋谷着きましたが、ああよかった、誰もいませんね。ああよかったよかった。あれ出るんだよね今日、クローズ。あれ物は、あれ物ないね。とりあえず今お店に着きましたが、とりあえず誰もいないし、店頭展示ないっすね。今日なんかあんのかな、芸能人が乗ってるっぽいバスがありますが、よしじゃあ一回ここで止まってどうしようか。いや参ったね、こんなにバタバタするとは思わなかったよ。ほら販売終了でしょ、絶対余裕だと思ったのに。今日発売の AJ9 のオリーブですけど、オリジナル出た時、僕今持ってます白黒買いましたけど、このオリーブはね買わなかったんですよ。まあ、最初見た時に僕の第一印象、これは冗談じゃねえなって思ったわけですよ。まあオリーブの色とかね、もうなんかブーツっぽいじゃないですか。まあ、スニーカーズにもブーツっぽいって書いてあるんで、それがどうにもね、当時、僕中学校3年ぐらいだったと思うんですけど、どうにもこうにもダメで買わなかったんですけど、今このオリーブはこの年になると非常にいいですね。まあ年を取ってこの良さが分かったというか、ある意味冗談っぽくないっていうねところがいいし、カラーリングもねまあ渋くていいなと思ってます。なので当時オリジナルの時はね見向きもしませんでしたけど、まあというかオリジナルの時は中学生なんでね、そんな何色も買えるほどお金もなかったし、一色買うのがやっとでしたけどね。まあ一色買うんだったら今でもどっちかって言われたら白黒ですけどね。ということで大人になったので、今日はオリジナルの頃の思いを馳せながらオリーブをね買いたいと思うんですが、発売あるよね。ちなみに今アトモスの渋谷の前に戻りましたけど、スタッフの方が出勤されて準備してるんで、もしかしたら在庫来るかもしれないですね。一応アトモスで発売するだろうで来てます。確証を持ってきたわけじゃないんで、どうなるかは分かりません。とりあえずまだ今10時20分なんで、あと40分ぐらいでオープンですか、ちょっと待ちます。ちなみにオンラインの状況だけ確認しますと、まず A プラス S だっけ、全サイズ完売でしょ、ベイト、ソールドでしょ、グレイトはほら全部在庫切れなんすよ。だからね、人気なのか数めっちゃ少ないのかどっちかっすよね。なのでこれ余裕こいて買えなかったら嫌だから、もう店の前で40分待ちます、並びます。多分あると思うんで、ちょっとアトモスのインスタとかチェックしてみます、少し待機。ちなみにアトモスオンラインの状況も見ておきましょう。あアトモスでは 28.5 はありますが、だから他の店舗は多分数少なかったんでしょうね。大丈夫だね、このままオンラインでも買えますけど、せっかくなんで店舗で買います。はい行ってきました、余裕でした、買えました。結局ですね、まあ並びは誰もなく、11時オープンしてディスプレイもなかったので、スタッフの人にあるのかないのかわかんないんで聞いてみたら、あるよってことで新品出していただいて、現物確認して無事購入と
余裕です。まあスニーカーズはちょっと怪しいですよね。在庫が本当になくなったかどうかは若干怪しいが、アトモスの方は 28.5 は開店直前に完売になっちゃいましたね。なので店舗の方誰もいないのでどんだけあるかとか全く分かりませんけど、もしかしたら数はそんなにないのかもしれないですね。まあ、ただ買う人もそんなにいないのでという感じでしょうか。ということでまあ無事に買えたので、でちょっと今日はいつもの吉本のとこで中だけちらっとお見せしようかと思ったんですけど、ちょっとね人がなんかイベントがあるみたいかなんかで人が多いので、ちょっと後でもし時間あればどっかでお見せします。今日はちょっとこれから移動してやばいっすよ。ちなみに今日すげえ薄着できちゃって、待ってる間死ぬかと思った寒くて、ということでそういう言い訳をしつつラーメンを食いに今日はちょっと秋葉原に向かいます。はい、ということで秋葉原の方に到着いたしました。今日はですね、まあ最近なんかもうスニーカーの動画なのかラーメンの動画なのか若干わからなくなりつつありますが、今日秋葉原にあるちょっと行ってみたかったラーメン屋、ずっと行けなかったので、行ってみたいと思います。皆さんね、大戸屋ってご存知ですかね。昔は吉村屋の系列の直系店だったんですけど、まあいろいろあって、独立されて、で今結構幅広くやっている千葉の柏にあるお店ですね。で大戸屋の方も先日ディズニー行った時に、実は行ってですね食べてきまして、まあ大戸屋は大戸屋で美味しい、直系とはねやっぱりちょっと違いますけども、あんまり食べたことないので、でまあその今日行くところはね、そこののれん分けのお店、直系店っていうんですかね、大戸屋の直系店、吉村屋とは関係ないですけどね、そこに行きたいと思います。ただねちょうど今お昼休み食い込みそうな時間、12時近くなんですよ。なのでもしかしたら超混んでるかもしれません。まあそれでも行ってみます。今ね撮影しながら行ってるんで場所がいまいち分かってませんが、方向はこっちで合ってると思います。それでは向かってみましょう。まあちょっと動画にはしませんけど、この後ラーメン食ったらちょっと秋葉原でいろいろ撮影機材も見たいなと思ったので秋葉原に来たんですけど、まあ、そこはちょっと皆さんにあまり関係ないので個人的に行ってきたいと思いますよ。多分今僕が歩いてる中ですれ違ってる人 6,7 割は外国の方じゃないですかね。週末に比べたら全然空いてるね。まあ、これずっとまっすぐ行くと御徒町上野なんですけど、上野から御徒町の駅から歩いた方が近いみたいですね。まあ、ちょっと俺秋葉原の方に行きたかったんで秋葉原から歩いてますけど、あそっか、御徒町で降りて歩いてラーメン食ってで戻ってこっち来ればよかったのかもしれない。まあいいや。あ、ちなみに今日買った AJ9 後で秋葉原でちょっとどっかでお見せできればなと思っておりますので、ちょっと興味ないことかもしれないですけど最後までお付き合いください。あの多分人いるとこそうじゃない。あ、そうだこれだわ。 5,6 人だったらいいけどな。店の裏から来た感じだね。はい、こちら大戸屋直系。はい、こちら、じゃあ食べてきます。はい、ということで、ラーメン食べてきました。なんか全然すいません、内容のない動画で大変申し訳ないです。大戸屋直系の家系東京というとこで行ってきましたが、今日かなり神がかって美味しかったですね。今日っていうかいつも知りませんがめっちゃ美味しかった。最近食った中では直系よりうまいんじゃないかなっていうぐらい美味しかったです。僕が食べたやつね載せときますんで、ちょっとやりすぎました、ご飯食べちゃった。ぜひね、ちょっと場所は今御徒町の駅試しに来てみましたけど、御徒町の駅から行った方が絶対早いですね。秋葉原からだとちょっと歩きます。まあただね、そんなゴミゴミしたとこじゃないし、まあ、ちょっとお店の回転悪いですけど、すげえ混んでるわけじゃないので、ぜひ行ってみてください。ただね、秋葉原とかこっちなかなか抽選ないんですよね。まあ、行くとしたら銀座行ったあたりがいいかな。はい、まあ機会があったら行ってみてください。ぜひね、あと都内とかね美味しいラーメン屋さんあったら教えてください。もうなんかねラーメン YouTube みたいになってますが、まあラーメン好きなんでねしょうがないですね。ということで
これからちょっと秋葉原戻っていろいろ見てから帰りたいと思います。じゃないじゃない、大事なこと忘れてた。買ったものをちょっとお見せしたいですね。危ない危ない、終わっちゃうとこだった。はい、ということで、じゃあ最後に買ったものだけチラッとお見せして終わりたいと思います。ボックスはね、オリジナルと一緒で、このジャンプマンとジョーダンのロゴですね。で、中が、はい、こんな感じ。いやー、いいっすねー。うん、色がいいっすね。いい感じだと思います。はい、ということで、ちょっとすいません、本当にざっくりで申し訳ありません。レビューの方はちゃんとやりますので、そちらでじっくり解説したいと思います。ということで、最近ちょっとね、内容のない動画ばっかで申し訳ないですが、まああれですよね、簡単に変えるのはすごくいいことなんですけど、簡単に変えると動画の尺的に内容的にだいぶっていうのもあって、なかなか難しいですね。まだね、レビューしてないのがこれで、今日買ったのと14とあと8号もあるので3足ありますが、まあ、順次やってきますんで、お時間ある時見ていただければと思います。ということで、今日の動画は以上で終わります。次は多分レビューかな。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。